千葉経営短期大学の新田です。皆さんはどんな保育者になりたいですかって言われた時に何て答えでしょうか。私よく聞く時に多いのが実はこれです、ね、子どもの目線に立つ保育者になりたいです。子どもの目線に立つ保育者どんな風になれるのと思ったらって感じの、ね、人は結構います。難しいですよね。はい、そこで今回のオープンキャンパスの模擬授業ではズバリ、はい、この子どもの目線に立つとはどういうことなのかということをですね一緒に考えていきたいと思います。でその時に実際の保育の現場で起こっていること、これをですね、まあ、事例っていうんですけれども、はい、事例を通してですね、しかも、皆さんの強力な、助っ人ですが、現役の2年生の学生と一緒にですね考えていきたいと思います。ぜひ皆さん、本学のオープンキャンパスにお越しください。お待ちしています。待ってます。